ハロー .pc は NTT PC コミュニケーションズによる技術広報ラジオです。皆さんの仕事や勉強などに役立つ情報を発信するとともに、この会社が身近に感じられるような音声コンテンツを目指します。これは第11回の収録です。今回のテーマはコロナ禍での育成のあり方です。コロナ禍に突入してから我々が人材をどのように育成しているのかや、どんな悩みを持っているのかなどを語ってみたいと思います。これを聞いてもらうことで皆さんには育成の実例やうまくいったエッセンスなんかを学んでもらえる、そんなエピソードにしていきます。今回も前半と後半に分けてお届けすると思います。はい、今喋っているのはパーソナリティの平田です。7年目のエンジニアで、8月からは技術広報も始めました。はい、では今回のゲストの方を紹介します。稲垣さんと中山さんです。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、早速まずは稲垣さんから自己紹介をお願いしていいですか。はい、ありがとうございます。私がですね、去年の4月から、こちらの人材開発担当に来させていただいております。で、主にですね、人事、育成採用と幅広く、やらせていただいております。よろしくお願いします。はい、お願いします。では続いて中山さんもお願いします。はい、私は今年の4月に、こちらに参りました。同じく人材開発担当で育成を主に担当しております中山と申します。よろしくお願いします。お願いします。さて、本題に入る前にお願いです。ハロー .pc ではフィードバックを募集しています。 X にてハッシュハロー PC をつけてポストしていただくか、説明欄の Google フォームからぜひご意見や感想などを寄せてください。はい、では本題に入っていきましょう。まずは育成におけるその前提条件みたいなところを明確にしておきたいんですけど、そもそもコロナ禍での育成ってどういう感じなんでしょうか。はい、ありがとうございます。ではちょっと私稲垣の方からお話しさせていただきますが、コロナ禍の育成ということで、一番大きな課題としてはやっぱり多くの企業が、リモートワークに舵を切ったといったところで、特に、そこについてはですね、リモートという、他人が横にいない環境でいかに人を育てるかというところが、尽きるのかなと思ってます。で、なぜかというと、やはり日本企業というのは今まで OJT、実践で育てていくっていう企業が多かったんですよね。で、上司とか先輩が横にいて、で、こう阿吽の呼吸でこれこうだよとかってきめ細かく教えていくっていうのが主だったんですけども、リモートになるとそれができなくなって、はい、でよく聞くのはやっぱり隣にいたらちょっといいですかって聞けたのに、ちょっとチャットとかだとちょっとためらっちゃうとか、電話かけるのもためらっちゃうとか、そういった中でやっぱり自分で、一人でやって黙々と やらざるを得ないといったところもあったりして、そこはちょっと全体的に日本企業の中で課題としてあったのかなと感じてます。はい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 。で、PC もやっぱりそれに例に漏れずその課題がやっぱり出ていて、で特にもうリモート率一時は9割もいってましたので、本当にもうその横で聞くためのいかにどう気軽に聞けるようにするか、でそれでちゃんときめ細かく教えていけるようにどうすればいいのかというところは課題として持っていたと思います。はいはいはい。遠隔でできるっていうメリットはありつつも、やっぱりその今までと同じような育成はできないから、それで生じてるコミュニケーションをどうやって取っていくかみたいな課題はやっぱりあるってことですかね。うんうんうん、そうですね。なので育成もそうですし、マネジメントも含めていかにこう一人がやって今までのように阿吽の呼吸でやっていくのではなく、どうやってや例えばある程度のところのメルクマーク設定し目標設定して、でその中に自走できるためにどう支援していくかとか、そういったところをやっていくっていうところに切り替えていかないといけないっていうところがやっぱ課題としてあったのかなと思ってます。はいはいはい、なるほどですね。他に何か特筆しておくべき課題とかってありますか？そうですね、あと、そのリモート絡みになるんですけども、やっぱりオンボーディングというところが課題になっているのかなと思いますと、はい、やはりリモートでなるとやっぱり今までの人間関係の貯金がある方はある程度チャットとか、あとコミュニケーションツール、例えば弊社ですとオービスとかいろいろ使ってますけども、で、会話とかも成り立ちある程度何言ってるかっても伝わるんですけど、やっぱり私も去年来た時そうだったんですけど、あと新入社員とか特にそうだと思う、新入社員とか転入の方特にそうだと思うんですけども、人間の関係が貯金がない方、はい、やっぱり今まで PC の中のことを知らない方が溶け込んでいくにはかなりハードルがあって、特に新入社員は最初
何していいかわからないのにいきなりドーンとパソコンだけリモートでやってると辛かっただろうなっていうところは、実際に声も聞いたりしましたし、そういうところはやっぱ課題としてあるのかなと思います。はいはいはい、オンボーディングっていうのが来た人がその環境に馴染んで自分で働けるようになるっていう、そこまでの過程のことを言うんでしたっけ。あ、はい、おっしゃる通りです。はいはいはい、ありがとうございます。といったまあ2点が主に課題として、うん、あのそこについてどう立ち向かうかっていうのはコロナ禍での育成としてやっていくところかなと思ってます。はいはいはい、すごく共感するところがありますね。実際そういう課題があるという中で、この NTT PC コミュニケーションズって会社ではどういう育成の仕組みを取っていて、まあ、どういう状況なのかっていうのを聞けると嬉しいんですが、いかがでしょう。はい、PC としてはこの 1,2 年でですね、コロナ禍の中最中だとなかなか会えないというのもあったんですけども、はい、まあ、昨年より徐々にこうリモートオンリーではなくハイブリッドワークといった考えのもとですね、うん、必要な時は対面、必要な時は、まあ、必要でそうでもない時はリモートでもっていうところでこう織り交ぜてやっていくところをやってました、うん、はい、でとかで、あとまあ育成についてもですね、例えば新入社員に求められるところですとか、若手、あとまあ中堅で管理者とかってやつにそれぞれ求められるところが変わってまいりますので、そういったところでですね、どう階層別にあの育成、今までのまあちょっと研修がですねちょっと単発的だったってところもちょっと我々の反省としてもありましたので、それをちょっと体系立ててですね、育成方針というものに仕上げていって、でちょっと社内ではあるんですけども、今年の秋にちょっとリリースをさせていただいたというところでございます。その層ごとにちゃんと分けて整備されるっていうのはすごいなんか大事なことですし、実際組織の力になっていきそうな気がしますね、うんうん、で実際ですね、ちょっとここで育成方針を立ち上げた方が横にいらっしゃいますので、ちょっと簡単にご説明をいただこうかなと思ってます。え、じゃあお願いしていいですか。はい、この度ですね、2023年度から2024年度にかけての育成方針というものを整備させていただきました。ドコモグループに仲間入りする中で制度面の変更などもあったので、専門性、職務遂行力というものを高めていくための階層別の体系的なプログラムの整備、それと、あと自律的なキャリアパスを描くための各種研修プログラムなど支援環境の整備というものを進めてまいりました。日々進化する時代に対応するためにボトムアップで周囲に働きかけや発信をしていける組織というものを目指して、スタッフ部門の社員も含め全社員で生成系 AI などトレンド技術に親しんで社内外の DX を推進していける人材になろうといったメッセージも発信させていただきました、うんうん、これからも社員と会社が共に成長できる仕組み環境を皆さんと一緒に考えていけたらなというふうに思っております。うん、トレンド技術にも言及してはいますけど、やっぱりボトムアップで成長していく組織にするためには個々人の自立性だったりとか主体性みたいなところをしっかり伸ばしていくみたいな、そういう思想になってるんですかね。そうですね、はい、まさにその通りで、トップダウンをこう望みがちなところをいかにこう風土を変えていくかというところがこれからチャレンジしていかなきゃいけないところかなというふうに思っています、うん、はい、ありがとうございます。では具体的にどういうことをやってるのか聞いてみたいと思います。さっきハイブリッド型の育成方針に切り替わってきたっていうお話があったと思うんですけど、具体的にはどういうイベントをやっているとか、そういうのを教えていただけると嬉しいです。はい、そうですね、若手社員、まあ、ドコモグループでは1年目から3年目までっていうのを若手社員期間というふうにしているんですけれども、うん、その年次を対象にいくつかの、プログラムを進めているところです、うん、と一つ目がチャレンジプロジェクトというものがあります。でこちらはですね、ドコモグループの3年目社員向けの施策で若手機関に目指してほしい一人称で周りを巻き込みながら信頼を得ながら成果を上げていくという姿に向けて2つのコースにチャレンジしてもらうプロジェクトになっています、うん、で1つ目はイノベーションコースになりまして、新規事業を作るコースでインプットの講義カリキュラムを通じて実際に自分でアイデアを考えてメンターに壁打ちをさせてもらいながら形にしていくコースになります、はいはい、で2つ目はエキスパートコースというもので、本業で継続的に取り組めるちょっと背伸びした目標設定をしてチャレンジしていくというコースになっています、うん、でこちらともに10月に中間発表というものをやったんですけれども、
3年目はコロナど真ん中入社の世代なので、対面でこうちゃんと集まる機会っていうのがなかなかなくて、はい、でお互いの仕事もよく知らないっていうような状況だったので、まあ、そういうお互いの仕事を知る機会にもなりましたし、リモートでのこう発表にはとても慣れてる世代なんですけれども、こうリアルでの発表っていうのが経験が全然ないので、うん、まあ、そういうことをやる中で、まあ、すごい緊張している子もいたんですけどいい経験になったかなっていうふうに思っています。はい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 、なんかそうですよね、実際に直接会う時のその発表であったりとか共有っていうのはなんか全然リモートの時と体験が違うと感じるので、そのあたりを経験してもらえるのはすごい嬉しいところですよね。はい、そうですね、実際聞いていると声の張り方、声がやっぱり小さい人がすごく多くて、きっとリモートだとこうマイクも近くて、うん、こう普通の声で喋っていても皆さんに届くのが、対面だとかなりこうやっぱ声を張ってこう奥の方まで届くようにしないと聞こえないんだなっていうのもこう感じたりとかっていうのは、はいはい、リアルじゃないとなかった発見なんじゃないかなっていうのを思いました。ちなみにそのチャレプロの、チャレンジプロジェクトのイノベーションコースで新規事業のアイデアを形にしていくって言われてたと思うんですけど、それってどこまで形にするものなんですか？基本的には本当にこのサービスでお金を稼げるかどうかっていうところまで仕上げていくものだと思ってます。はいはいはい、でそれが非常にいいアイデアだったりすれば、ドコモの中の仕組みの一つとしてこうスタートアップっていう、こうプログラムがありまして、うん、こう新規事業を、本当に世の中に出していく後押しをしてくれるようなそういうプログラムがあるので、まあ、そういうところに連携していったりっていうようなその続きがあるようなコースになっています。なんならもう今までのレールと全く変わるまであるんですね。そうですね、はい、はいはいはい、飛び出していく子が出てくるかもしれないですね。はい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 、はい、それはめっちゃいい制度だし、今後もなんか活性化してほしいなって感じます。そうですね、はい、はい、そう思っています。はい、そのチャレンジプロジェクトの他には何かありますか？はい、もう一つですね、イノベーションラボという取り組みが社内にございます。うん、こちらは営業組織が展開しているパートナープログラム、コミュニティになるんですけれども、うん、NTT PC が GPU のリソースだったり のプラットフォームを提供して、先進的な技術を通して社会や産業にイノベーションを起こそうとしている企業や団体、そしてそれを支える多種多様な強みを持つ人々っていうのが集まって新たな価値を競争するということを狙っている場になるんですけれども、うん、100近いパートナーさんが今いらっしゃいまして、普段はオンライン上で緩やかにつながっているんですけれども、うん、年に一度のオフラインパーティーというのが来年の2月に開催予定しておりまして、はい、このパーティーのコンテンツなどの企画運営に2年目の社員をアサインしています。はいはいはい、でこの2年目社員をアサインした目的っていうのが3つあって、うん、1つ目はNTT PC の市場での立ち位置を感じたり、うん、バリューチェーンの理解っていうのを深めることで、まあ、視座を高めたり、まあ、視野を広く持てるようになってほしいというところ、はい、で2点目は他組織との人脈作りにつなげたり、また実際のパーティーの場で参加企業の同世代のエンジニアとの交流を通じて、うん、自身のキャリアを考える機会につなげてほしいなというところですね。はいはい、であと3点目はやったことのないことに飛び込んでみて、まあ、情報だけでこれ知ってるっていう状態から、まあ、自分の経験としてちゃんと語れて主体的にこう活動できる人材になってほしいなというところで、この3点を目的にして2年目社員に今から動き出してもらおうかなと思っているところです。はい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 、それもめちゃめちゃいい企画ですね。はい、2年目っていうこれのなんか運営をやってもらうにはすごいベストな世代だなっていうふうに感じます。はい、そうですね、はい、ちょうどこう仕事も少しずつできるようになってきている中で、
こう今後のキャリア、こうキャリア自立っていうのが言われているんですけれども、はい、そう言われてもどうしたらいいんだろうっていうのはやっぱりモヤモヤしているのを私たちもとても感じてますので、そういうところになんか少しこう見えるポイントっていうのが増えたらいいなというふうに思っています。はいはいはい、なんというか私も最近その何でしょうね、外でやってるイベントに顔を出してみるみたいなことを再開したんですけど、やっぱり外の方たちと触れると社内では得られないような情報をたくさん得られますし、何よりすごい刺激を受けられるので、これを機会にそういうのに目覚めてくれる後輩たちがたくさん出てきてくれると嬉しいですね。はい、期待してます。はい、そういえばここではまだ言ってなかったですけど、新入社員研修も4月とかには開催されるし、まあ、あとは前にもここで取り上げたような新入社員向けのチーム開発のワークショップを別で企画したりとか、そういうのもあるんですよね。はい、その通りです。そちらも非常に好評だったので、来年度入社の社員に向けても現在目下検討中でございます。はい、はいはい、講師側を経験した身としても、なんかあれは本当にすごい学びがたくさんあったので、さっき のミートアップもそうですけど、運営側をやるっていうのはなんか本当に次のステージに行けるぐらいの新しい体験ができるんじゃないかなって思います。はい、はい、じゃあそのイノベーションラボのミートアップについてもうちょっと質問したいんですけど、このミートアップってそもそもどういう目的でやって、どういうコンテンツを提供しようと思ってるとかって、そういうのは何かあるものなんですか？はい、そうですね。普段はオンラインで緩くつながっている方々なので、年に一度オフラインで対面で会うことで、こう偶発的なこう出会いみたいなところもこう狙っているのかなというふうに思っています。はい、でパーティー自体は3時間ぐらいあるんですけれども、その中でもちろん自由に懇談懇親していただく時間っていうのを設けながら、その中に2つ3つコンテンツを設けられればというふうに今考えていて、その部分を若手社員の方々にぜひ考えてもらおうというところで動き出そうとしています。でまた当日は運営側のその、なんていうんですかね、結束力というか、はい、こうそういう部分を高めるためにも、こうみんなでお揃いの T シャツを作ってみようとか、そういうちょっと堅苦しくなく、なんか文化祭的なノリで、はい、こう楽しいパーティーにしようっていうような、そういう空気感のある、パーティーになるんじゃないかなと思っています。へー、あー、いいですね。なんか T シャツ作ってとか、はい、はい、しっかりね、本気で取り組んでもらって、いいイベントに、いい思い出にもしてもらいたいですね。はい、そうですね。私も今から楽しみにしています。はい、ありがとうございます。はい、ではそろそろ前半終了の時間が近づいてきたので、まとめをしたいと思います。まずはそうですね、コロナ禍での育成になってからリモートでやることになって、コミュニケーションがしにくくなったりだとか、今までの方法が通用しにくくなってきたみたいな課題があったっていうことを、最初に合わせました。で、NTT PC コミュニケーションズでは、そうですね、若手とかもうちょっと上の中堅層とかも含めて、階層的にどういう育成の仕方を取っていくかっていうのを体系的にまとめた方針があるっていうことでした。はい、で後半の方では具体的に直近で行ったもののうち、こういうのがうまくいったよとか、こういう効果があったよ、逆にこういう反省点がありましたみたいな話をしていきたいと思います。はい、ではこの後アフタートークがあるんですけど、一旦これで締めにしたいと思います。中山さん、稲垣さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、アフタートークと言いながらちょっと宣伝したいことがあるので、一人で別撮りしてるんですけど、まずはいつも陰ながらに応援してくださっている方、ありがとうございます。この間も初めて Google フォームの回答があって、平成を装っていたんですけど、すごく嬉しかったです。で、ここからは宣伝なんですけど、実は12月からハロードと PC が Spotify と Apple Podcast でも聞けるようになりました。これしれっと前回の YouTube の説明欄に載せてたんですけど、自力で気づいた方がもしいたらありがとうございました。ようやく音声プラットフォームで
まあ、配信できるようになって収まるところに収まったなっていう感じになってます。どのプラットフォームで楽しむかはもちろん皆さんの自由なんですけど、私のおすすめは Spotify です。あのデータが軽量だし、倍速も細かく設定できるし、古い方から順に再生できるしみたいな理由ですね。よかったらあのこの hello.pc の番組のフォローもしてみてください。更新の通知とかが来るようになると思います。もうちょっとズーズーしいお願いもすると、あのこの番組を気に入ってくださった方はぜひ他の方にも布教してみてください。あのかけながらに応援してくださっているコストリスナーの皆さんも一歩を踏み出していただいて、はい。で、あのまだ布教するほどのコンテンツにもなってないだろうっていうことだったら、それは、私がもうちょっと頑張ります。あの引き続き X でのポストとか Google フォームでのご意見もお待ちしているので、もしあのこうしてくれみたいなご要望があれば送ってみてください。この hello.pc も大体っていうか、とりあえず10回以上は続けられて、今後は体制も強化できそうなので、もっと発展させて楽しんでもらえるように頑張ります。はい、じゃあしたかった宣伝はできたので、このアフタートークも終わりにします。聞いていただいた方ありがとうございました。次回もお楽しみに。